立ち姿勢から腕座腕肩の肘巻き込みを仕掛けるブラジリアン充実黒帯三段腕座腕肩は柔道の関節技アームロックの一つ。行動館や国際柔道連盟での正式名。アイフでの別正式名腕、肩、UH 腕があため。アイフ略号が対戦相手の腕に隙が生じた際に狙える技である。基本型は自分の肩と顎と、 両手や両腕を用いて、もしくは自分の同じ側の上腕と前腕を用いて相手の片方の肘関節を極める。どのような体勢からでも狙える特徴を持つ。別名腕座型型。肘巻き込みは立ち姿勢からの腕座腕型の基本形。包中巻き込みはガードポジションからの腕座腕型の基本形。尾身川道みは2003年世界柔道。 大阪大会男子団体戦において、ガードポジションからこの技で一本に合致している。サリーコンウェイの得意技である。腕座は、ニーオンベリーからの腕座腕肩の基本形。記録映画、柔道の神髄三船十段では、腕肩腕座と呼んでいる。胸逆は、樹の右からの横四方肩から、樹の左腕を捉え左足を、樹の左肩付近に踏み込んでの腕座腕肩。 外腕膝に十字固めは、腕座十字肩をかけようとしたが相手が両腕を組んで、抵抗してきたとき、極めようとしてるのと反対の相手の腕を、基本型と同様に極める腕座腕型。別名膝、肩別型。相手の左からの方形逆方の一種堅げ逆方。左脇で相手の左上腕部を挟み、相手の腕を伸ばす、形の腕間のように相手の左手首を右手でつかみ、 左手で、自らの右手首を掴み、相手の左腕を伸ばして極めるアームロックも、柔道の試合で決まった際は、腕座腕方と発表された例がある。映像資料、行動間柔道固め技分類と名称で、紹介されている、小川直也が試合で極めた例がそうである。映像資料、行動間柔道固め技分類と名称は、各固め技に対し、 様々なバリエーションが試合での映像と演舞映像または演舞映像のみで紹介されるがこのバリエーションは珍しく試合映像のみで紹介されている。アイフでは腕感に分類していることが多い。ありがとうございます。